空の城は、松本清張の長編小説、文芸春秋1978年1月号8月号に連載され、1978年7月に文芸春秋から刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。1980年に、ザ、勝者のタイトルでテレビドラマ化されている。1975年以降表面化した畑産業、破綻の過程を、 関係者の肖像を軸として描くドキュメントノベル。冒頭の舞台となるクイーン・エリザベス2973年10月、世界一の豪華客船、クイーン・エリザベス号の戦場にて、多数の招待客が招かれ、アルバート刷新主催の超豪華パーティーが開かれていた。一行は、カナダニューファンドランド島にある新設の声優所、PRC を訪れる予定であり、 その解所式が盛大に行われようとしていた。サッシンは PRC の運営を全面的に任せられ、製油の販売を委ねられる管理運営会社 NRC に全額出資し、アメリカ東海岸の石油市場に殴り込みを狙っていた。他方、総合商社のエサカ産業は中東から NRC へと運ばれる原油を一手に取り扱い、製油所に 巨額の融資を行おうとしていた。エサカ産業は、石油分野への進出により、10代勝者の末尾から脱皮するため、大きな賭けに出ようとしていた。招待客の一人、エサカアメリカの上杉二郎は、殺身と連携して、今回の一大事業をまとめた立役者であり、今夜のパーティーでも、殺身と共に脚光を浴びていた。エサカグループ内では、格下のはずの上杉が主役となり、 内心を面白くない江坂産業社長、河合の前に美術課長の岸田が顔を出す。岸田は江坂産業社主、江坂洋造の要請を受け、古美術品を買い、日本に運ぶ役割を担っていた。実は、江坂産業は、普通の企業とは異なる異様な二重構造を持っていた。サッシンにとっても、カ杉にとっても、晴れがましい健爛なパーティー。しかし、 これを最後に、運命は安定する。第四次中東戦争が勃発し、石油価格は暴騰した。さらに、製油所の石油生成装置に重大な不具合が生じ、サッシンの赤字は膨らんでいく。上杉は窮地に立った。上杉の弱点は、江坂本社上向かいの承認を経ず、全社長、大橋の承認のみで、サッシンに4、200万ドルもの無担保融資をしている、ことにあった。 上杉の大胆な決断は PRC が州政府の保有するクラウンカンパニーであることを背景としていたがニューヨーク NRC 本社近くのレストランで刷新は上杉に PRC は自分が買い取ったと告げる。上杉には晴天の壁靂の決定だった。その間にも中東から PRC への石油輸送はどんどん続けられ。 エサカ産業の刷新への債務保証額は膨張の一等をたどる。カナダニューファンドランド島、上杉次郎エサカアメリカ米州総支配人。ハワイ生まれの日系二世。英語に堪能だが、英語屋と呼ばれ低く見られている。仕事はできるが、一人で行動し、チームワークを顧みない一匹狼型。私生活の噂も、相まってエサカ社には疎まれている。 アルバート刷新刷新ナチュラルリソーシズ社長、イリノイ州生まれのレワノン系アメリカ人、ユダヤ人と共に、アメリカの一般社会では白眼視され、ケチ、狡猾、金に抜け目がない、などと別視されてきた。モデルは外部リンク参照、エサか洋造エサか産業者種。経営のことはわからんが、人間の判断は、わしがするとして、人事権を独占。人見知りが激しい。 足屋の広大な屋敷に住み、古美術の収集に情熱を、傾注。また多くの音楽家のパトロンともなっている。大橋慶二郎江坂産業現会長。先代から使える、大湾刀的存在だが、江坂産業を重層障子と合併させようとして失敗。河井武則江坂産業現社長。社長としては、中継ぎに過ぎないとされる。建前を重んじる。安田茂江坂産業常務。 貴重面なジムや、カジ村、エサカ洋蔵の身の回りの世話をしている、40代半ば、ニューヨーク3番街カナダニューヨークロンドンドラマタイトル、ザ、勝者、NHK 総合テレビのドラマスペシャルとして、1980年12月5日と12月6日、12月12日と12月13日に、放映された、全4回、第18回ギャラクシー賞月間賞。 1980年テレビ、大賞、日本映画、テレビプロデューサー協会、エランドール賞エランドール協会賞受賞作品、2001年に、ジェネオンエンタテインメントから DVD が発売された、ザ、勝者に関するカテゴリー、ありがとうございます。